かすごく政治に遠いように思われて、特に赤坂さんもその問題意識があるようなってことを世の中に話をして、じゃあ大学院生で頑張ってる黒田総さんもいるから聞こうじゃないかってなふうなことの話から今日3人並んでやっていただくことになっているでございました。であの協力として女性と人権全国ネットワークという今あのお手元の資料の中で選挙ハラスメントという今アンケートをやっています。選挙ハラスメントっていうのはその票ハラっていう言葉もできたんですけれども、その有権者の人から候補者が受けるセクハラもあるしパワハラもあります。そういうのがあったり政党の組織の中で候補者が受けるハラスメントだったり、そういうさまざまなハラスメントがあるわけですけれども、そのことの実態を、まあ、調査したことがないので、まあ、実態をやってみようということで3月の、初めからやっていて、昨日の段階で110何人ぐらいですかねご回答がありました。で今日お手元には3月9日の段階 の、 あの何ですか統計が出ていますけれども、あの自由記述のところをご覧いただくと割と来てるなっていうことがよくわかります。後で女性と人権全国ネットワークの佐藤さんの方からお話ししていただきますけれども、割と特に若年の女性たちに対して政治的な活動をする時のハードルというか、まあ簡単に言えばひどいことが起きてるなってことがちょっと分かってきたなっていうのもあったりして、そんなお話も挟みながらもうちょっと女の人たちが安心で安全な形で意欲を持って希望を持って政治的な参加ができるといいなっていうことを考えながらやる会でございます。ではその後、佐藤さんにちょっと挨拶をしてもらって、それで次こう仮さんがやろうかなって思っています。私が、はい、ではよろしくお願いします。まず佐藤さん、はい、女性と人権全国ネットワーク京都代表の佐藤香織です。今日はありがとうございます。今私はですね、全国に、パリテカフェ、などで、全国に回ってきて、昨日は名古屋、その前の日は大阪という形で、いろいろ回ってきています。で今あの昨年5月にあの、政治分野における男女共同参画推進法という成立しまして、初めての選挙イヤーということで、続々女性たちが、政治参画しようということで声を上げ始めているわけですけれども、今各党では候補者の比率みたいなことを言ってますよね。うちではこれぐらい女性が、立候補しますとかっていうのは言ってるんですけど、問題はそこじゃなくって当選させなきゃいけないっていうところなんですよね。実はそこまで詳しいなんかこう、ね、あの議論がなっていないっていうところで、今回の選挙イヤーがどうなるだろうかというちょっと不安はあります。で実際回っていくとやっぱりハードルがたくさんある。で、男性の領域っていう、こう考えが厚くあるところでもやっぱりこう気に入らなかったりとかですね、そういう意味で、外線が後で 出ないと思いました。なんか赤坂さんは大丈夫ってさっき言ったんですけど、あの唾を吐きかけられたとかですね、あとは、一票もあげるから今から飲みに来いとかですね、なんか各地域で同じようなことがたくさん起きているので、あのアンケートを通してさまざまな課題みたいなものを可視化させて各政党の方にも要望していこうというあの一連の流れがあります。であのどうしてそういった女性たちが政治参画するのか、あの女性たちが政治参画する意義みたいなものもあの具体的に興味を持ったので皆さんと共有できたらなと思います。限られた時間ではありますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。ではかりんさんがタッチしたいと思います。こんにちは、コレツネカリンと申します。本学の、大学院生の博士課程後期在学していて、私は別にそのジェンダーとか勉強してるわけではなくて歴史学明治大正期なんですけれども、はい、
まあ、ずっと女性情報という雑誌に連載をしてきた関係で、まあ、今日こういう形でフェミニズム運動にずっと関わってきているという感じです。で、まあ、私の、まあ、お題というか、まあ、話してほしいというテーマで言われたのが、その若い女性から見た今の政治ということなんですね。で、まあ、この今回のパリテカフェのテーマも若年女性の政治参画について考えるということなので、まあ、私はちょっと言いたいことがたくさんありましてですね、まあ、その参画っていうのはもちろんその立候補っていうこともあると思うんですけれども、政治運動に関わる女性たちが、若い女性たちが政治運動に関わるっていうことがどういうことにと戦わなきゃいけなかったのかっていうことはあります。というのはですね、私、4年前になりますね、2015年にシールズという安保法制に反対する学生たちの、運動に、まあ、参加していたんですけれども、まあ、その時私は4年前なので23歳だったんですね。で、まあ、結構そのシールズの中では年上の、だったんです。私は年上だったんですけど、まあ、今思うとまだ23歳だったんだなとは思うんですね。で、まあ、こう初めてその大人たちと関わるようになりました。そのいわゆる政治運動をしている大人たちですね。政治家だったり、政治家だけではなくって、その政治家の周辺にいる人たち、ずっと社会運動をやってきた大人たちっていうのに関わることになるんですけれども、まあ、その時にあったのは、まずそのダブルであるのが、まず若いということで、こう全然発言を聞いてもらえない、意見として取り合ってもらえない、バカにされるっていうことと、もう一つは女性であるっていうことで、例えばですね、こう後輩の男の子と二人組で講演だったりとか交渉だったりに行った時に、なぜか私は名刺を渡されない、私だけ名刺を渡さない、名前すら聞かれない、発言は必ずその後輩の男の子に求めるんですね、っていうそういう状況ですね。で、あともう一つはですね、ずっとその名字でこれつねさんというふうにやり取りをしていた、依頼主、公園に来てくださいという依頼があったんですね。で、ずっと名字でやり取りしていたんで、私が男性か女性か分からなかったと思うんですけれども、待ち合わせ場所に行って、一生懸命私がこう挨拶する、私ですよと、全然こう気づいてもらえない。で、あのすいません、人違いかもしれないんですけどっていう形でこう言ったら、え、女の子だったのっていうふうに言われてっていうこともありました。で、実際公園に行ったらその場には男性しかいない、女性が一人もいないっていう状況 で、あ、女の子ね、今全然違うんだね、社会運動に関わるんだねみたいなことを言われ、公園会にも来るんだねみたいな、それは私も口があるから喋りますっていうことなんですけれども、まあそういう経験がありました。まあなんか、まあ、今まあパパッと出したんですけれども、あ、そう、まあそういう感じで、まずこう若い女性であるっていうだけで、こうなんかこうバカにされる。で、そのなんていうんですかね、こう、まあ一つのこうアイコン的な感じでこう、その場を彩るお花みたいな形ではこう必要とされるけれども、私たちが一生懸命こう口を開いて叫んでる言葉は全然取り合ってもらえない、全然聞いていない、そこには関心がないっていう現実っていうのはあったと思います。まあ、はっきり言ってバカらしいなっていう気持ちはすごくありました。どうやったら私たちの言いたいこと、伝えたいことがをちゃんと聞いてもらえるのか、私の外見とかじゃなくてですね、っていうのがあります。で、まあ、その外見の取り上げ方も二通りあって、まあ、その可愛いねっていう、まあ、美人活動家みたいな形で取り上げられるのもあれば、やばいブスっていうブスが来た、整形しろみたいなのもあるわけです。私はどっちかっていうと整形しろって言われてた方なんですけれども、まあ、ネットにいろいろ書き込まれると、アダルトビデオに出たらこいつはうんこ食わされる顔だなって書かれたりとかしてました。で、私はもうそういうのもすごく頭にきていたし、で、ただそういうのを私が頭にきてるし、私傷ついてるっていうふうに言うこと自体がすごくなんか屈辱的なので、傷ついてないふりしなきゃいけないけど、でもやっぱ傷つくんですよね、それって。で、それがポロッとこう例えばメンバーの人に傷ついてんだみたいなことを言ったら、もうみんなも大変だしとか、気にすることないよとかっていう、そういう問題じゃない私は気にしてるっていう、そういうこととかもありました。まあ、なんかそういうところで、やっぱそういう
なんていうんですか、その余計な、なんか、鼓動と戦っていかなきゃいけない、それが、まあ、政治に参画していくってことなんだなっていうのがありました。で、あとは、講演会の後の飲み会もすごく面倒くさい。何が面倒くさいかって言ったら、年上の偉い先生たち、偉い先生、まあ、かなりもうおじいさん多いですけど、にこう、まあ、私はその人たちのことは好きだし、仲良くしたいんだなっていう気持ちはよくわかります。ただ仲良くしたいんだなの、その仲良くの話のネタがなぜか妊娠しないように気をつけてねっていう発言だったりするわけですよね。何を考えてるなんで私はそんなこと言われなきゃいけないんだっていうふうには思います。私が話したいのはそういう話じゃない、付き合ってる人はいるのみたいなね、お互いメンバー同士がみたいな話も別にどうでもいいし、普通に男の子たちと話しているように今の政治の問題話したかったなっていうのもありますが、そういう話にはならないっていうのはなぜでしょうかっていうのはあります。ただ私が例えば大学院生ですいうふうになるとちょっと態度が変わったりするっていうのがすごくおかしいと思います。まあ、そういうなんかすごく、うん、まあ、私は結構気が強いのでそういうのはこうバカじゃないのって思いながらこうやってしまうけれども、やっぱそれでこうそれを何度も何度も繰り返されていくと、まあ、それはみんな面倒くさくなるし嫌になるし、なんでこんなバカみたいな連中と付き合っていかなきゃいけない、なんで私がそんな風に尊厳を泥塗られていかなきゃいけないわけ、だったらもっと私がちゃんと声を聞いてもらえる場所、私が活躍できる場所、能力を発揮できる場所で活躍したいというものは当然だと思うんですね、優秀な女性たちは。なんで政治からどんどん遠ざかっていくっていうのが現状なんじゃないかなっていうのはあります。まあ、若い女性から見た今のその政治のところにいる人たちはそういう感じですね。で、今まあやり玉に上がってたのは結構男性を今やり玉に上げてしまっていたんですけれども、それは男性だけではなく、で年上の女性たち、年上って言ってもその対してです年齢も違わない女性たちからも心ない言葉はたくさん浴びていて、運動を乗っ取ろうとしているとか甘えているとか、そういうくだらないことも言われました。運動を乗っ取るってどういう意味、何のためにあなたたちは活動しているのかっていうのは本当に思います。目的がわからない、誰もそんな運動を乗っ取りたくないし、できることならこんなこと やりたくないですよね。でもそういうふうにしか見れない人たちが今度若い新参者が来ると新参者いじめというか排除に走っていく、そうするとどんどん若い人たちいなくなっていく、どん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 こう少人数のいつもの顔ぶれの人たちがなんか隅っこの方でごちゃ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 やってるっていう状況になっていってるっていう、本当に社会変えたいのか私はちょっと疑問だなっていうふうに思います。まあ、そういう状況が今の政治運動の中にはあるんじゃないかなというのが私の実感です。見てきたこと、はい、で、今ちょっとバババと喋ってしまったんですが、すいません、時間を見ないで喋っちゃったで、多分あと3分ぐらいしかないかなと思うんですけれども、あの、まあ、で、まあ、私ちょっと最近気になっている新聞記事がいくつかあったのでちょっと紹介したいなと思って持ってきたんですけれども、3月13日の東京新聞に載ってたやつで、580万人が使える一票の権利っていう記事があるんですね。で、どういうことかって言ったらば、まあ、統一地方選に向けての記事なんですけれども、まあ、なり手不足と、つまり候補者が全然いないんです。で、定数に満たないので投票しないままそのまま決まってしまうと、だからその向こう、つまり投票できない人が580万人もいるっていう状況なんですね。なんでこんななり手がいないのかっていうことをまず考えなきゃいけない。で、それがなり手がいないのはさっき私が話したみたいな腐った文化、腐った空気、腐った連中っていうのがいるからっていうのは私はそうだと思いますけれども、まあそのプラス、まあだんだん見えてくるのが、まずすごくお金がかかるっていうことですね。あの、これも、これは、2月26日の朝日新聞の記事だったんですが、まあ、その子育て中の立候補ありえない、ご近所から説教30分っていうのがありましてですね、まあ、立候補した女性がご近所さんから説教30分間されるっていうことを、まあ、メインに書いてあるんですけど、ここで
最後の方で紹介されてたのが、この人300万用意して立候補してるんですけど、それでも足りない、ポスターすったりとか、ポスティングのリーフレットやったりっていうことをやっていて、300万あっても足りない、で仕事は辞めなきゃいけない、まあ、この人は仕事辞めないで、それは理解ある会社だったから、仕事辞めないでいいよって言ってもらったんですけど、もう一人紹介されてる方は、会社辞めてるんですよね。っていう本当にこう若い人が貯金がない状態で立候補するっていうことはもう無理、お金持ちの人しかできない、何か恵まれてる人しかできないっていうことはあるっていうことをまず認識しないと、どんどんなりでどんどんいなくなっていくに決まってると私は思います。なんでそのこともこう考えなきゃいけないんじゃないかなっていうのはですね、ちょっと時間が足りなくなってしまって、他にもいろいろ記事があったんですが、後に回したいと思います。以上です。はい、なんか急に進行してくなっちゃったんですけど、じゃあ今衝撃的な話がありましたけど、ちょっと もっと深く聞いたい聞きたい部分は、一通りちょっとここで発言をした後に深く会場とセッションしながら深めていきたいと思います。そんなことで、はい、自己紹介の範囲で。こんばんは。こんばんは、笠方真也と申します。今年の統一地方選挙も来月ですね、4月に行われます豊島区議会議員選挙で、今回無所属で立候補させていただきます。今会員さんからいろいろお話が出て、シールズの時そんなに大変だったんだな、でも大変だろうなっていうのはその当時、ちょっと感じてはいたんですけれども、そこまでなんだっていう思いを感じました。で私自身今、去年の4月、ちょうど1年前に立候補を決意して、で9月末に会社を退職してっていう流れなんですね。それまでは働きながらだったので、土日に、まあ、街頭演説をやったりとかして、でチラシを作るとかもやってたんですけど、全部今ボランティアさんで、やっています。でそれが、まあ、選挙に出ませんかって声かけていただいた方に対して、私はまずお金はないです。あと万が一ダメだった時、もうダメって考えてないんですけど、万が一ダメだった時再就職できない、私今48なんですけど、できないと困るのでっていうことを、伝えて、それでもできるなら出ますっていうことなんですね。で私2015年の8月から市民運動をやってるんですけど、そこの中で、まあ、今回立候補に至ったって経緯があるんですが、自分が政治家になりたくて今回そうどうしてもなりたいから立候補するっていうわけではなかったんですね。なので、まあ、声をかけていただいたっていうことをきっかけにっていうのがあったので、まあ、お金っていう面は、まあ、カンパを集るっていう形を今取っている状況です。で今金井さんからお話があった、はっきり言って立候補ってお金がないとできないっていう、昔の言葉で言うと看板、カバン、あとカードなんとか3つ言われているんですね、もう昔から。でこれはもう公職選挙法の問題なので、国政だったら供託金が300万、自治体だったら供託金がまあ30万で安いは安いんですけど、でも例えば、まあ、500万600万かけてやる自治体選挙でもやる人はたくさんいる状況です。でそれでやらなきゃいけないから、私は立候補がそのたくさんいないだろうなっていう思いはあるんですね。いろんな受け止め方はあると思うんですが、お金のハードルはもう本当に高いと思います。でそういう中で私が、まあ、今回立候補をその決意したのは、今お話ししたように2015年の8月から市民運動をやり始めたんですけど、そのきっかけがもともとこの国って残念だけど今のまま変えられないのかなって思いながらずっとしたんですね。こう政権を見ていて、政治を見ていて、ずっと自民党支配が続いて60年一党支配が続き、で自社つま先掛けとかでダメになって、で本当に民主党が政権を取った時はもう ようやくかっていう思いだったんですけど、でそれが3年ちょっとでダメになり、で自公になってから、あ、まあ、その前も自公があったんですけど、もう本当に変えられないのかっていう思いの中、2015年の8月、あ、ごめんなさい、6月にその時問題になってた集団的自衛権の問題で、憲法調査会で、与党から呼ばれた長谷部誠さんまでもが違憲って発言をした報道を見て、なんで特定
定秘密保護法を賛成した長谷部さんが今回は違憲って言ったのかなっていうちょっと疑問に思っていろいろ調べ始めたんですね。そしたらこの国に市民運動とか労働運動があることを初めて知ったんです。もう全く知らなかったんです。全く一つも知らなかったんですね。で、同じ考えの人たちが考えなのに知らなかったのは何でなのかなっていうすごい疑問で思ったんです。おそらく街頭で自分がそこを通り過ぎていても目にも入らなくて耳にも入らなかったかなっていう感覚だったんですね。でそこからとりあえず自分なりに調べて、まあ、スケジュール、その当時 の安倍政権に対してのデモとか集会が、まあ、あるスケジュールとかを見て、あ、こういうのがあるんだって一人で出かけるようになったんです。でもう、そうですね、それが8月ぐらいから でちょうどもう署名とかも集めてたのでであここで署名やるんだとか街頭演説やってるんだっていうのも調べながら行って、でその8月の後半の2週間後ぐらいに新宿西口で多分共産党系さんが街頭演説と含めて署名を集めていた時にちょっとその署名を集めてた方とお話をいろいろ今までの経緯とかをなんか聞かれたので話していたら、今言ったことちょっと街頭で喋ってみないって言われて、ここでも初めてマイクを持って新宿西口の野田京デパートの前で喋ったんですね。で、あ、こういうことってできるんだなっていう思いがありまして、そこからもう本当に原発とかもう憲法もそうですし、ありとあらゆる、ありがとうございます、ものに一人で参加をして、でその翌年に2016年に参議院選挙があって都知事選挙があって、で都知事選挙で小池さんが残念ですけど当選してしまったので空きができた補欠選挙があったんですね。それが東京10区っていうところなんですけど、で全く私ごめんなさい、今回豊島なんですけどね、実は私世田谷生まれの世田谷育ちで、ね、で、その時票なかったんですけど、どうしても野党で一議席取りたいっていう思いがあったので勝手に応援に入りまして、その時の民進党の鈴木陽介さん、選挙で友達になった人たちと応援に行こうって言って、で直接本人の事務所行って、で応援させてくださいって、全員投票権なかったんですよね。一票全く持っていないメンバーで、で向こうもびっくりして、でもうありがとうございますみたいな感じで、で凱旋、自分たちで勝手に凱旋をやったりとか、豊島のいろんなあらゆるところでっていうのをやりつつ、その選挙で知り合ったメンバーと、やっぱり私自身の経験が2015年まで市民運動を知らなかったっていうところから、でもやっぱりせっかくだから発信をしていきたいっていう思いがあったので、じゃあ街頭でいろいろやるようにしよう、でも同じようなやり方をしてたら絶対受け入れられないっていうところから、例えば会見に対して反対なんですけど反対で3000万署名っていうやり方は同じなので、じゃあどういうやり方をするって言ったら、まずはもうなんでこの風に今安倍さんが好き勝手に会見の話をするようになっちゃったかって言ったら、もう憲法が根付いてないから、憲法教育が対してされてないっていうのもあると思うんですけど、じゃあまずは簡単に憲法を分かってもらう何かきっかけを作ろうって言って、まあ、憲法のイベントとかをやるようにして、その時プラカードとかも可愛くしたりとか、あとチラシは自分たちで作る、そこまでエネルギーをかけられなかったので、ご存知ですかね、肉球新党さんっていうところ のチラシをいただいたりとかして、でただ配るだけじゃもらってもらえないから、ビニールにお菓子を1個入れて配るっていう、で音楽入れたりとかっていう、まあいろいろやったんですね。でそこで TPP だとか共謀罪だとかもいろんなものを政治的にやってたんですけど、やっぱ選挙に勝たなきゃいけないよねって言って、同じメンバーでそれ以外の選挙にも応援に入ったりとかする中で、自分がたまたまそうやってマイクを持って街頭で喋ることに躊躇もなかったので、いつも自分が司会をしたりとかしている中で、あ、この街頭にいる人たちって何を話してるかじゃなくて誰が話してるかで耳を向け目を向けるんだなっていうのをものすごい感じて、要するに肩書きなんですよね、残念なんですけど肩書き社会で、まあ、2017年の選挙とかもいろいろやってたんですけど、その中で選挙で知り合った豊島区の方に、まあ、選挙の話をいただいて、で、まあ、豊島区っていうところが本当に市民運動が残念なぐらいに見当たらないんですよ。で私はその世田谷もたくさんあるんですね。いろんな、まあ、ありとあらゆるものがあって運動している人たちがいて、あ、ここで私はやる必要ないなと思って、全く地元に根付かないやり方をしていて、いつもその、まあ、
やっているメンバーパピドって言うんですけど、パピドのメンバーとやるときはとにかく人が多いところ、新宿とか渋谷とか有楽町とかで、志願系でやるときは人がいっぱいいる上野公園とか、まあ、そういうところばっかりをやってたので、で、まあでも年末ってことにその選挙で関わるようになって、運動もないなと思って残念だなっていう思いがあって、じゃあ自分が運動を作るっていうきっかけの一つとして、まあ、立候補をして、まあ、肩書き社会を使うしかないなと思ったんですね。そこが今回立候補に至った経緯なんです。で、私自身その女性だからっていうので、大きな被害を受けたっていうのは、一番は正社員で会社で働いていた時に、女性、おそらく女性だけしか事務職いなかったので、事務職には残業代がつかないっていう、そういうのが一番感じましたね。差別だなっていう。で、だから残業しないっていう選択しかないわけですよ。出ない、アホみたいになっちゃうんで、そこはもう棒に入れば棒に従えて、こういうことなんだなっていうのをその時に初めて経験をしました。もうそういう、それまでは本当にいろんなものを跳ねのけてきた性格なので、あまり自分自身が感じなかったんですけど、で、運動しててもあんまりないんですよね。その年配の男性女性に、こう嫌がらせとか押し付けられるとかっていうのがなくて、で、今選挙でもほとんどない、まあ候補者っていうのももしかしたらあるかもしれないんですけど、最初の時に選対会議に働いてたんで、選対会議に出な、そうですね、出なくてもいいみたいな感じで言われたら、いやいや候補者なのになんで選対会議出なくていいですかって、会社休みますよみたいな感じ でそこで主張したから、あ、この人はちょっと違うんだなって多分思ったと思うんですね。まあ、やはり周りにいるのは年配の男性が多いので、そこからも、まあ、もともと意見ははっきり言う方なので、ガン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 今でもそうなんですけど、そういう状況を作ってきて、います。それこそ70後半の人も何人もいますけど、そういう中で絶対曲げないです、意見は。だから言い合いまでにはならなくても、そういう状況の中いるっていう、多分そこがみんなができるかっていうとそうじゃないんだろうなっていう思いはすごくよくわかります。で、今この今回の資料を読んでいて、ああこんななんだなっていうのは、今ね佐藤さんからね直接、まあ、こういうのがあるんですよって言われると、ああもうそうなんだなって、だからそう自分のようにできる人の方がおそらく少ないんだろうけれど、じゃあどうしたら少しでも変えられるかっていうのを今日のこの回で、皆さんと共有をさせていただきたいという思いがございます。まあ、簡単にご紹介させていただきます。ありがとうございました。佐藤さん、はい、お願いします。はい、赤嶺さん、そして、赤坂さんとお話が続いて、また赤坂さんの方はどうしたらそういったハラスメントが再生産されないようなね、体制を作ることが今できているのかというのも少し後でお話伺いたいなというふうに思っています。今回のテーマは女性の議員なのということです。私自身は2016年に実は東京選挙区から無所属で参議院選に挑戦した経験があります。で、また再び国政に挑戦をしたいということで、今先ほど言ったみたいに全国を回ってたくさんの声とつながって人とつながるということをやってきているわけです。私自身がですね、今回その、国政ということで挑戦をしようと思ったきっかけっていうのは、やっぱり大きいのは私自身がセクシュアルハラスメントの被害者だということなんですね。私自身は15年前に被害に遭って、派遣社員だったんです。で、その時って非正規化の走りだと思います。私が入った時はですね、女性の正社員は8割方いたんです。派遣社員は2割だったんですね。で、2年後になってくると早期退職で、どん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 こう女性たちが肩たたきに遭い、退職を余儀なくされ、今辞めたら退職金たくさんあげるよって言われて、どん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 、まあ、いると言った人は先行きは見通しがつかないような営業所の方に飛ばされたりとかですね、そういった中で逆転したんですよ、2年後にね。で、その時に私がインストラクターをやり始めて、具体的にそういった研修とかをですね、新人の研修とかを派遣社員がやり始める。
なんだったら派遣先の臨時雇用をする、社員の研修も派遣社員がやる。で、もともとコールセンターにいて、その受付をやっていたっていうその契約以外の業務をやるけれども、特にインストラクターをやるからといって手当がつくわけではない。周りと同じような賃金体系で仕事だけはどんどん増えているっていうような状況でもあったんですけど、その中でハラスメントに遭いました。で、これね、今回の票ハラにもつながると思うんですけど、被害に遭った被害者ってすぐに相談できないんですよね。で、仕事を辞めるわけにいかないでしょ、生活がかかっているから。じゃあ当初私は何を考えたかっていうと、遠回しに断るんです。そういうのはきっとね、あると思うんですよ。会社の飲み会とかで、ね、こういうなんかお酌進めるだとか、なんか近寄ってきた時にまたって冗談で交わすとかっていうのはすっごく多くの女性たちが経験しているんですけれども、その時にやめなさいパンってやったらどうなるかっていうのを想像すると、やっぱり遠回しに断るしかできない。だから遠回しに断って、どうにか交わして、交わしているうちに本人は絶対気づくはずだ。だからどうか周り大ごとにしたくはないので、周りの人に気づかれないようにどうかやめてくださいなんですよ、私は最初はね。でもハラスメントっていうのは、もう一つは性的なこととまた別に支配っていうのが大きく関わっているので、普通であればそれが対等の関係で交わしていたら、あ、断られたんだなって思うんですけれども、支配というものが加わってしまうと、俺の言うことを聞かないのかってなるんですよ。で、ある人に佐藤さんが嫌だって言ったことないですかって言われたんですけど、2年半遠回しに断り続けたらノーなんじゃないのかって思うわけですよね。でも相手はノーだと思わないですよね。相手、私がどう考えるかは問題ではない。自分にこう近寄ってこないというかね、自分の思い通りにならないっていうことがやっぱり頭にくるので、ずっと1年ぐらい断り続けていたら、今度は法、なんていうの、制裁という形のパワハラが始まるわけですよ。仕事を与えない、指示を与えない。で、私は研修をやっているので、私だけじゃなくて研修生にまでも迷惑がかかってしまうっていうところですごく苦しみました。で、そこで相談はするんです。ただ人事権を持っている上司っていうのも大きくありまして、ある程度の地位を持っている人だったわけですよね。で、会社側に相談をします。まず派遣元、派遣会社にいますよね。そうすると派遣会社は、いや、そういう人には思えないって言うんですよ。で、今度は派遣先に相談すると、あの人の兄さんと女性って注意を受けたことはあるけど、派遣社員のために一生懸命力を尽くしてるんだって擁護するわけですね。で、最終的には私が、まあ、普段から職場の中でこう、まあ、コミュニケーションを取りながら、みんなで仲間で飲みに行くようなメンバーの一人に、それは派遣先の社員に言った時には、話は聞いたんですけれども、彼はどう受け止めたかっていうと、転勤をするときに送別会しますよね、身内で。その時に、佐藤、あいつを呼んでいいか、この責任っていうわけですよ。その時はすでに私はインストラクターを辞めていたんです。相談をしても解決策がないので、もう自分で一生懸命やって、まだまだやりたかったインストラクターという仕事を辞めなければ被害から逃れられないと思って辞めたわけです。でも突然辞めたから、会社の中は何があったんだろうっていうのはあったと思うんです。で、その中で、転勤をするときに、その上司が言ったのは、あいつをここに呼んでいいかって、もうお前のことは何とも思ってないから、前のようにうまくやってくれって言ったんですね。それでインストラクターに戻ってくれたんです。で、私はインストラクターとしてはある程度、まあ、認められてはいたので、周りからはインストラクターに戻ってほしいっていう圧力はありました。だけども戻ると加害者がいるっていうような状況で、解決策はなかったんです、最終的にね。セクシュアルハラスメントっていうのが、まあ、職場のそういった支配的な関係と性的なその性暴力だっていうのが合わせ持ったものだっていう理解をした人が職場の中にはいなかったんですね。で、単純に仲違いだというふうに、扱われてしまっていた。
で、それで、まあ、今度は会社を辞めることでしか被害から逃れられない、それで辞めたんです。じゃ私がこの、政治入管に関わるといってもやっぱりそういった経験で、実はその時に適応障害という病気にかかっていました。で、病気だから働けないわけですね。で、労災というのがセクシャルハラスメントで病気になった時は労働災害の対象になるんです。ところがですね、ここも同じように性暴力のそのトラウマとかそういったものには理解がなかったんです。だから認定されなかったんです。なぜ認定されないかというと、会社の相談窓口を利用していない。で、これだけ、症状が良くならないということは、あなたが脆弱なんだ、この2点が大きかったんですね。私に脆弱だというわけです。でも、その私も分かんないんですよ。皆さん分かります、トラウマって。そのセクシュアルハラスメントに遭うまで、病気になってメンタルヘルスの不調がどういう経過をたどるかって私知らないんですよ。今は分かりますよ。まずトラウマとかフラッシュバックとか乖離っていうのがドクターから言われても何のことかさっぱり分かんないんです。どうも悪いらしいっていうぐらいしか分かんないんです。説明も受けないし。で、私は風邪をひくってね、寝てたら治るでしょ、薬飲んで。そういう知識しかないわけですよ。だからやめたら楽になるって思ったら、フラッシュバックって、まあ、再体験するわけですよ、被害のことを生々しく。それやめてから半年後だったんですね。でもその認識は労災にはないんですよ。いつか治る、時が経てばっていう、いわゆる性暴力被害者のその精神的な後遺症というものがうまくその制度に乗っていないので、あなたが脆弱なんだ、なぜ相談しなかったんだって言って、こう認められなかった。で、その時に出会ったのが支援団体だったんですね。で、病院で今だといろんな病院に行ったりとか公共機関なんか行くと相談窓口のカードありますよね、女性相談とか。で、それをたまたま会計を待ってる時にここにカードがあって見たら女性の相談ができるって分かったんですね。で、すぐ相談できたかというと、これがまたハードルが高いわけです。だってこれだけ相談をしても誰も解決策を見つけれないどころか、やっぱりあなた頑張りなさいっていうメッセージしか送ってこないわけだから、また傷ついたらどうしようと思うと相談ってますますハードルが高くなるんですね。だから一番最初の初動の段階でどう対応するかっていうのは、その後の回復にすごく影響するっていうのを今も感じますけれども、じゃあその時どうして電話できたかっていうと、私は家族の請求も全部見ていたっていうこともあって、どこまで追い詰められたかっていうと、私の保険金で家族が食べれるかなっていう計算を始めたってことだったんですよ。で、その時は相談をしようじゃなくて、最後に誰かに私の声を聞いてほしいっていうだけで電話をしたら、そこが、私は北海道の出身ですけれども、北海道でDV 被害者の民間シェルターをやっている NPO 団体だったんです。で、北海道は DV 性暴力被害者の支援と労働組合っていうのを一緒にやってるんです。一つ の, スタッフだとか一つ の, その活動の中で。なぜかっていうと、 DV もセクハラも労働問題も人権というところでは一つながりだから、その理念で女性の人権ということで活動しているので、そこにつながる。その時に初めて、それはセクハラだと、あなたは悪くないって言われたんですよね。で、何だったら団体交渉といって会社と交渉ができる、あなたには働く権利があって辞める必要はない、辞めたくないんだったら続けていいって、私たちと一緒に交渉しよう、謝罪を、ね、求めることもできる、この間にかかった医療費も請求することもできるって、二度と繰り返さないために具体的なセクハラの防止規定について一緒に盛り込むことができるんだっていうことを具体的に提案されたんですね。で、初めて知りました、労働組合の機能というものを。その時にね、で、私本当にそれまでは最後に誰かに聞いてもらいたいって思って行ったのが、すぐに面談につながって、もう帰る時にもう少し生きてみようって思うぐらい、やっぱり希望の光だったんですよね。で、それだけが終わらなくて、やっぱりさっきの労災ですよ。
本当に認められなくって、最終的に何をするかっていうと、最後に残されたのは国を相手に訴えることしかないっていう。とても悩みましたけれども、その頃になると支援者を通じて全国の佐藤香織と出会っているわけですよ。同じような経験をした人がたくさんいるっていうことが分かったんですね。だから今で言うミートゥーですよね。孤立孤独からの解放って、そうか、私だけじゃなかったんだ、個人的な問題じゃなくって制度がおかしい、社会の問題なんだっていうことに気づき始めた時に、やっぱり国を訴えるしか道はないというふうに思って、訴えました。でその後がまたあって、それでまた労災が認められるんですけど、だから今日10分ぐらいしかないんですよね、最初ね。それでその後に、労災が認められたんですけど、それだけでは女性運動は終わらないわけですね。だって制度が間違ってたわけでしょ。私一人労災が認められたっていうだけの問題ではなくて、根幹を変えなきゃいけない。で、何をしたかっていうと、厚生労働省に要望書を提出して、セクハラの労災の認定基準の見直しを求めるわけです。で、それで大丈夫、キュンキュンしてた、なんか気配があった、大丈夫ですか。それで何があったかっていうと、分科会が開かれるんです。何の分科会かっていうと、その時自殺率が3万人を推移しているっていうただ中で、労災をもっと早くに迅速に認めた方がいいということで要望が上がっていて、精神障害に関わる、労災の認定基準見直し検討会というのが開かれる、厚生労働省で。ただそこには性暴力についてとかセクハラについてっていう観点、視点がなかったんです。でそこに要望書を投げ込んで分科会ができて、それで何ができたかっていうと、例えば行政の窓口ってこうカウンターがあるじゃないですか。そこにこうほぼ男性の職員しかいない労基署で座って、セクハラに遭いましたって言わなきゃいけない。でそういう相談のハードルを超えなきゃいけないでしょうね。それから、いや、その当時は何て言われてたかっていうと、セクハラだけでは無理です、長時間労働してませんかって言うんですよ。何かとセットじゃないと難しい、だから申請書さえ、もらえない。である人は3回言ったんですね。それでももらえなくって、私が死んだら労災は認められるんですかって言ったら、遺族のページを開いてこれになりますって。いや本当にね、そういうことをやるんですよ。やったんですね。そういうことがあったんです。それから男性5人くらいに囲まれて、聞き取りの調査をしたときに、男性5人くらいに囲まれて性被害についてみんなから数時間にわたって聞かれて、具合が悪くなったとかね。あとは今の大林組の事件と似たようですけど、ああいう事件山ほどあるんですよ。そうすると加害者は恋愛関係になる、ね、それで恋愛関係だって主張していて、本人は PTSD で通院を余儀なくされている、固形物も口から食べられないような、そこまで深刻な状態なのに恋愛関係だっていう加害者のストーリーが通ってしまって、労災が認められなかった。じゃあ何をしたか、例えば具体的にその声を要望書に盛り込んでいったんですよ。まずは相談をする上でのハードルっていうことを軽減させる。例えば、外出がなかなかできない、公共の交通機関なんて乗れないですからね。私は自分の車でしか通院はできなかったんです。でそういう人が労基署に行けるかってなかなか行けないわけですよ。でその時に郵送でも OK にした。それからホームページから申請書をダウンロードさせたっていうことを具体的に本当に欲しいものを要望書に書いていったんです。それから、留意点っていうところでは、ここでは性的同意という言葉は出てませんよ、性的同意というような項目、内容のものを盛り込みました。これが迎合メールっていうものです。迎合メールっていうのは、前の日に食事に行きました、例えばね、それでその時に性的被害に遭いました、で次の日に被害者はどう思うか、私なんかは愛してるというメールが来たりとか、そういった時に明日からどうしようと思ったわけですよ。そうすると全くそれに返信しないか、あるいは食事に行った人であれば、昨日は楽しかったです、ありがとうございましたって、
そういうメールを送るわけです。そうするとどう使われるかっていうと、こういうふうに有効な関係にあったんだ、だから同意だったんだって主張するわけです。そこを切り込んで、被害がなかったことにしたいと思ったり、被害を軽減させたいという思いから被害者は迎合するようなメール等を送ることがあるが、直ちに同意ではないという文言を入れたんですね。今でいう性的同意についてです。それから、地位関係性について盛り込みました。加害者が正社員で被害者が、非正規であるとか、上司であるとか、部下であるとか、そういった優越的な関係というのは、さらに、そのこと自体がやっぱり被害者に大きなダメージを与えるっていう文言を入れたんです。これは刑法でいうところの暴行脅迫要件なんですね。だから金を出せってナイフを見せつけなくても、その関係だけが脅迫的なんだっていうことを入れたりとか、それから直ちに相談できないからといって大したことではないと判断しちゃいけないとか、であとは聞き取りについても複数人で寄ってたかって聞くなっていうような内容も全部入れてたんですよ。全部はまさか通らないんだろうと思ったんですけど、最後の要望書の取りまとめの時に私は本庁席にいたんですけど、事項以外は全部入ってたんです。でその時に私は一人一人の顔を思い浮かべたんですね。彼女が言ってたあの言葉が入った、彼女が辛いって言ってたこの言葉を入れることができたって、すごい鳥肌が立ちました。で被害に遭った時は私は派遣社員ですよね。国を訴えるなんて想像もつかなかったし、まさか私たち一人一人の声で国が動くなんて思ってなかったんです。でもその時に分かったのは、やっぱり一人一人の声こそが政治を動かすんだっていうことと、それから法律制度を作る時の中心にはやっぱり当事者がいないと形ばかりの法律ができるんだって。私たちの声っていうのは、当事者こそが全て必要な制度政策を知ってるんだって、それが今の原動力に私はなっているんですね。それともう一つ大きかったことは、当時私たちが要望書を出した時に今のような政権ではなかった。その時は民主党政権だったんですけど、厚生労働副大臣が小宮山陽子さんという女性だったんです。私今回の推進法って、候補者じゃなくって、具体的にやっぱりこう当選させなければならない、当選しなければならないっていうのは確信はここにあるというふうに思っていて、やっぱり男性中心って関心事がなければ法律は動かないんです。でこれだけたくさんの多様性がある、国民市民がいるにもかかわらず、男一色、男中心っていうこと自体がもう誤りなんだと、民主主義の崩壊だって私は思うんですね。でそういう意味ではやっぱり女性が気になるっていうことの意味の大きさというものを感じます。でやっぱり私は未だに DV 被害者は、家を離れなければ暴力から逃れることできないんです。子供たちはお別れからもせずに、もうその家を離れなきゃいけないんですよ。で性暴力被害者は未だに回復するような支援策っていうのは国が打ち出していないんです。政治課題ではないと表明しているようなもんなんですよね。これを変えていかなきゃいけないっていうのは、やっぱり聞く耳を持った議員を増やすことだというところではとても大きな意味があるし、推進法は努力義務だけれども、これは運動でどうにか、形づけていく、法律を育てていく運動も合わせ持ってやっていく必要があるだろうと改めて感じているところです。なんかそういうこう私自身がここまで元気いっぱい回復したっていうのは、やっぱりそういう運動の中に光があったんですよね。だから誰かが立ち上がることで、今 MeToo のように声に上げられない人たちがどこかで光を感じているんであれば、それは大きな意味があると私は思います。以上です。ありがとうございました。もう女性議員の大事さ、もう当事者こそが全て知っているんだから、当事者がじゃあ議員にならないと声がまず届いていかないっていう、聞く人がいなきゃいけないってことですよね。でこのままちょっと時間が押し気味なんですが、3人で、まあ、こうトークセッションした後に皆さんにこうマイクがこう行く感じになると思うので、そこでちょっとグループワークになるんですけれども、いかがでしたか？
話聞いて、まあ、一応トークセッションのお題はなぜ女性の政治家は少ないのですけれども、まあ、今の話はまあどちらかというとその女性の政治家の 大切さというか重要さというのをまあ話になっていたかなという感じではあると思うんですけれども、はい、でもやっぱり今一番課題なのはこれ何ていうの労働が何ていうの人間的じゃないでしょ、はい、でやっぱり貧困が進んでるじゃないですか。お金がないんです。赤坂さんに訴えても仕方ないですけどお金ないんですよ。本当に貯金なんてできるようなご時世ではないわけですね。その中でどうやって当事者を送り出すかといった時の大きな壁はやっぱりお金っていうこともあると思うんですね。ですね。あと私は結構もう広川隆一さんの事件が私は結構衝撃的というか、衝撃的っていうのはなぜかって言ったらば、まあ、よくあるパターン、あれは性暴力っていうのがまあ入ってきてるからセクハラ事件の代表というか、まあ、それ以上のひどさだと私は思いますけれども、でもあの構造って別に男女関係なく女性同士の普通にあることで、つまりこうパワハラの関係ですよね。でつまりこう若い人たちが手元に何もない、人脈もない、知識もない、物もよく知らない、でも夢はある、志は持っている、何かこう自分は成し遂げたいし世の中のために尽くしたいっていうその志のまんま、でもお金もないし道具も持ってないし、じゃあこう大人、目の前のこの大人っていうそのすごいかっこよく見える大人っていうところに飛び込んでいって言ったことによってその志を今度人質に取られて奴隷のように使われる、搾取される、で今度志を折られてそのまま泣き寝入りというかもう夢を諦めて今は近寄りもしないっていう状況っていうのはすごく私はあると思っていて、まあその、まあ、その運動に近いじゃないですか、その政治っていうのは社会運動とすごい近いと思うんですけれども、私はそういうなんですか、自分の栄養分にしてしまう怪物みたいな人たち、モンスターみたいな人たちのそのなんか傲慢さっていうか、我こそは有能、あとはバカ、せいぜいは自分の栄養分になればいいでしょうぐらいしか思ってないっていう、その人たちの壁も私は結構あるんじゃないかなと思っています。なんかすごいそれはあると思うんですよね。さっきの議員のね、票ハラのことなんかは典型的なわけですよ。いわゆる男性中心で築き上げてきたその政界に入ってきたものに対しての、あと嫌悪、それとか今のジャーナリズムに関しても、男性が美学として磨き上げてきたものに女性が入り込む嫌悪で、典型的に分かりやすいのはそういう人たちを貶めるっていうところでは性的に貶めるっていうのがすごくこう典型的に根幹から潰していくっていうすごい威力を持った暴力を振るい続けてるっていうところでは、私は構造としては同じだなというふうには思います。やっぱりいろんなその政治だけじゃなくて男性社会が巻き起こしている現状だなっていうのをすごく思うんですよね。どこに行っても女性が虐げられている、それも本当に感じます。私自身が感じるというよりもやはりそういう声をたくさん聞くので、なぜここまでで、その女性がじゃあ声を上げられないっていうことをどうやったらやっぱ変えていけるかっていうのは、私がいつも思うのは男性がやっぱそれを言わなければ変えられないっていうのがあるんですよ。女性だけが声を上げても絶対に変えられない、男性が同じように思わなければおそらく変えられないと思うんですね。だから女性が男性に対してやっぱ言っていく必要性は絶対にあると思うんです。これは私が男性に当然言っているんですけれど、まあ、女性にもそういう意識を持ってもらいたいという思いもあるんですね。女性たちだけで言っているっていうよりも、そこに男性も、今日の会も私は男性も女性も参加してくださいっていう形でツイッターに上げたんですけど、やっぱそういう共有をしていかなければ意識って根付かないと思うんですよ。男性自身が 思わないから今こういうふうにずっと来てると思うんですね。だからそれを気
気づく させるためにはじゃあどうするかっていうのは私自身結構考えていることなんですね。正直いや本当そうですね、まあ、私は最近その、まあ、運動の中でパワハラを受けたんですけれども、そのパワハラを受けて、その加害者は女性だったんですよね。でだからあんまりそのあこういうことやるのって男性だけじゃなかったんだ、じゃあここまでひどいことできるんだなみたいな感じだったので、なんかその構造って何だろうとずっと考えてたんですね。つまりこうで、まあ、一応お題がなぜ女性の政治が少ないのっていうことで、女性と若者に共通するものって何だろうってずっと考えてたんですよ。なんで女性が男性から受けることと若者が、まあ、偉そうな顔して大人から受けることっていうのが似通ってしまうのかっていうのを考えてたんですけど、まあ、簡単な話で要は半人前扱いされるからっていう、ただそれだけなんだなじゃないかなと思うんですよね。つまり一人前の一人の人間として認めていない、半人前のこう頭の足りてない、知識のない、世界を知らない、物知らずな、幼い人間扱いを若者はされているし、当然ながら若いっていうことで、で同じように女性も女性であるっていうだけでそういう扱いまなざされてしまうっていうことの共通点で、非常にそのハラスメントの対象になりやすい、もしくはハラスメントをしてもいい、支配されて当然の存在なのにこいつは支配されないのはおかしい、よしいじめてやろうっていう風になるのかなっていうのは思いました。なんか構造的に暴力を生み出すその構造みたいなものが私はやっぱりあるなと思っていて、特に私そのまあそうですね、2011年の震災以降やっぱりこう国の保障問題とかね、いろんなことで市民が分断されるっていうところもずっと見てきた中で、やっぱりこの分断っていうのも暴力の結果だって思ってるんですよね。だからあの私なんかは、セクハラのことを言ったらそれを反感を持つ女性もいるよって男性に言われたの、2016年に。でその男性は何て言ったかっていうと、ほら何だっけ、女の敵は女って言うじゃないって言うわけですよ。だから女の敵は女っていうのは男なんですよ。だからあの構造的にやっぱり暴力っていうふうに理解しないと、あの本当にそのことに疲弊させられて、だからあのその女性にっていうハラスメントに関してもやっぱり目を覚ましてほしいなって、あの向き合うのはここじゃなくって上なんだっていつも思っていて、その構造っていうのをやっぱり理解していくっていうのが必要かなって思うんですね。で赤坂さんがおっしゃったみたいに男性の問題もあるんですよ、それは構造という意味では。だからあのその両面でやっぱり理解していく必要は あるんじゃないかなって、私はね、分断されるっていうのは思う都合だと思うから、私はそれがすごく悔しいんですね。あのこの悔しさはずっと私震災以降抱いているあの実は悔しさで、ここじゃないって、ここで分断するんじゃなくって共に声を上げようよって、どうにかこう巻き込んでいけないかなっていつも思うんですけどね。そのあたりどう思うんですか。すごくよくわかります。その今言われた分断を生むのが暴力、ああそうだなってすごい思いましたね。私もあの2011年の 3.11 の直後は、例えばその原発の事故の重大さというか被爆の現実っていうのがほとんど分かってない人だったんですね。でそれも2015年 その市民運動を始めてから、被爆を扱っている、団体の方とかの勉強会に参加するようになって、福島だけじゃないこの関東も被害に遭っているっていうところから、まあ避難されている方とか、強制区域外からの避難の方とかとも接するようになって、でそれが、まあ、例えば具体的だったら福島県の中でそれこそ今分断なわけですよね。声を上げたくても上げられない、なんで上げるのかって、結局そこがもうある意味、まあ、暴力、攻撃する暴力っていうんですかね、力ではない暴力で押さえつけられている、まさに本当にそうだなっていうふうに思います。そうすると声を上げたくてもやっぱ上げられない、 でもその一人じゃ無理っていうところから、どうやってその少ない人数の中でも声が上げられるのか、その仕組みも作っていかなきゃいけないっていう思いはものすごくありますね。なんか
男性中心の規範に乗らないっていうなんか動きみたいなものがすごくできたらいいなと思っていて、そのあたりなんか会員さんっていうのがヒントとかありますか？こんなのができるかもみたいな。なんていうんだろう、私たちが声を安心して声を上げられるようななんかこうそういうものを独自に作っていく必要があるかなというふうに思っていて、なんか私は支援の現場にいるので、今日はこう私会議さんの話をたくさん聞きたいと思ったんですけど、支援現場では私のずっと課題は届けたい相手に情報が届いてない事例をずっと抱えていて、でやっぱりね、それでもいろいろ探し当ててつながってくれた若い女性に聞くと、やっぱりね、なんて自分には関係ないと思っていたり、電話じゃ相談が電話じゃなかったりいろんなヒントをもらったりとかするんですけど、私はその最も政治に振り回されているそういった若年層 の、 女性ね、まあ、若年層なんですけれども、若年層にどうやってこう伝えていったらいいだろうみたいなところをヒントがあって、そこをうまくこうつなぐことができたら、なんか新しい動きができて面白いことできるんじゃないってちょっと思ってるんですけど。確かにそうですね。なんで情報が、まあ、でもその公共機関に対する不信感っていうのは何なんですかね、こう若い世代が持って、持ってないですか、どうですか。若者がいれば聞いちゃうんですけど、私は結構なんか公共機関相談 したくないタイプで、なんでかって言ったらなんか怒られんかなみたいなのがあるんですね。本当にそう、なんか叱られるんじゃないかとか、あなたもしっかりしなさいとか、なんかそんなんじゃダメよとか、あとこうこれをしてください、いついつみんなにしてくださいみたいなのに、こう自分が対応するほど余裕ない、忙しかったり、もうこう気持ち的にもうそれどころじゃないし、今目の前のこいつと戦わなきゃいけないのに、なんかいついつまでにこの書類を出してください、はい、いやいや出せませんみたいな、そういうのが多分あって、なんかもうなんかちょっとそういうっぽいきちっとした感があるところにはもうちょっと手が出ないんで、結局そうなるとなんかこう優しそうなこう大人と、うん、先輩の人と なんか知り合いにちょっと愚痴を聞いてもらって、どうにかレベルだったらどうにかなるし、でその人ともこう返信ができなくなっちゃっても、まあ許してくれるかみたいな感じになるじゃないですか。公共機関はそういかなくて、こいつは支援受ける気なしみたいな気に判断されちゃうみたいなのはきっとあるから、みんな最初から諦めてる。やってみればきっと違う活動を支援してくださる人いっぱいいるのに、勝手にそういうその学校的なものを感じ取って、あの学校のあの感じか嫌だなみたいなって言って逃げ出しちゃうのかなっていう気はします。そうだね、あのなんていうの、ゆとりがないというか、あの緩やかじゃないわけです。そうなんですよね。あのどうしてかっていうと、私もやっぱり去年5月から地元が函館でワンストップ支援チームに関わるようになって、やっぱり若年層の被害が多いんですよ。最近だと婚活みたいなのでサイトがあってってニュースが出てたでしょ、うん、あれね、私もつながったケースがあるけど、ニュース見た時に日本中かって思ったんですけど、そういうふうにあの 若年の女性、あの20代の女性だったりとか、あと児童とか、そういうあのやっぱり被害みたいなものがあって、具体的にこう私なんかつなげるわけですよ。その時にふと感じたのが、やっぱりマニュアル化されちゃっていて、あの自分あのこれは行政だけではなくて支援全般に言えるんですけど、支援をずっとやってる人にもありがちなんですけど、マニュアルが頭の中にできてるんですよ。こうなったらこう、だから自分の被害者像に合わない人は問題がある人になってしまったりとかで、本来であれば児童相談所野田市の件とかね、これからもカサカさんにね、あの野田市のこととかいうのももうそれだったと私は思うんですよ。あんな大変な加害者がいたら大変に決まってるんですよ。だけどそこで知恵を出すっていうネットワークが地域の中にあるかないかで全然違うんです。赤坂さん、あの今すごい思ったのが、あの最初香里さんの話を聞いて、公共機関に対して不信感というか、私もそれをすごい感じるんですけど、なんでかって言ったら、
やりたくてやってるわけじゃないっていうのがすごく大きいかなと思うんですね。仕事と仕事としてやっているだけっていう気持ちが入ってないから。でただ今香織さんからあの支援団体も同じって言われると、そこは多分気持ちはあると思うんですよ。おそらくやりたくてやってるとはもう違います。でも仕事だからね、それは。まあでもあえてやっているんじゃないかと思うんですよ。それを仕事として、そうではないですか。仕事だから行政も、で、その仕事だからっていう割り切りでやってる可能性もあるかなと思うんですよ。行政の場合は公務員さん、やりたくてそのセクションにいるわけじゃないとか、そういう可能性、私公務員って多いのかな、まあ、こういうメニカーの、そうですね、と思う。なるほど。で、私今回ちょっと話が違ってくるかもしれないけど、その相談のハードルっていうところで言うと、あの野田市について各自治体が検証する必要があると思っていて、だからあの野田市で起きた DV 虐待事件っていうのは全国で絶対起こり得る。それを自分たちの自治体だったら何ができるかって、今の会員さんのようにやっぱり指導的になってるんじゃないかとかさ、あのさって言っちゃったけどあの児童相談所とかに行った時に、私があるMeToo キャンペーンで言われたのが、メモが渡ってきて、子供に手を挙げそうな時があるんですってメモが来たわけで、私はこういうふうに話した時にそのことについてずっと言ったんですよ。それはあの母親のその母性神話とか母親神話とか、もう虐待があると母親はひどいとかで、あの父親が虐待すると母親は何やってるんだっていうふうに言われたりとか、そういうことでやっぱり本当に支援が必要な人がその支援から離れてってるっていう現状があるっていうことを言ってた時に、最後彼女自ら発言したんですよね。でそれで自治体もあの方もいらっしゃって、あの子育て の支援課とか児童相談所とかも相談できるんですよって言った時に、彼女が言ったのは、でも子供を取られるじゃないですかって言ったの。だからこのイメージ印象を変えていかないとダメで、会員さんが言ったみたいなね、そういうのも変えていかなきゃあのいけないと思っていて、でこういう人たちがやっぱり最も政治的に振り回されているんですよ。だからあのやっぱり女性たちが議員を増やすっていう意味は、この声を、まあ、やっぱりもう投げ込んでいく、あの私たちの運動の中に入る人たちが協働しながら国を変えていくっていう、なんかこうね、あの取り組みが必要で、そこに彼女たちに私はいてほしいって思うんですよね。だから私は支援は巻き込むことだと思ってるんですけど、だから自治体の人もあのダメじゃないですかって言うんじゃなくて、どうしたらいいでしょう、え、どうしたらいいでしょうねっていうのを、とにかく考えてもらうっていうことをいつもやりながら巻き込むっていう癖が私はあるんですけれども、あのそういうふうにやって仲間を増やしていくっていうのがあるんですけど、そのどうやって巻き込んでいったらいいのかって思うんですよ。まあ私は、まあ、だからやっぱりこっちから出向いて行けないですよね。そういう人たちがいそうなところにこう出向いていって行くか、もしくは、まあ、よくやってらっしゃるところありますけど、そのこう全然関係ないことから始める、そのなんかこうあのボランティア清掃みたいなことからこう始めて、そのコミュニティ、でもコミュニティ作りしたら知ってる人たち、私はなんかボランティア清掃は絶対行かないタイプなんですけどいや行く人はすごい尊敬してるんですけど、私は行かないタイプなんですけど、あのその、まあ、ボランティア清掃のいいところは、その清掃っていいことしてる、そしてそこの緩やかな、しかも自分の居場所、自分 そのホームじゃなくて、まあ、こう出向いていって行きたくなきゃいけない、すぐ逃げ出せる場所である、なんかそういうなんかこう緩やかなそうつながりで顔見知りになっていって、でもこの人すごい有名な人だよな、あの活動で有名な人だよな、でこうちょっとチロチロどんな人なのかなって普段のその活動の中でこう様子見ていって、あこの人だったら頭ごなしに怒ったりしない、頭ごなしに話を遮ったりしない、お前はダメだって評価したりしない人だなっていうのがこう分かる瞬間に、きっとすいませんちょっと話聞いてもらえますかっていうふうに繋がっていくと思うんですけど、やっぱ公共機関は
こっちも話まとめてなんかこうこうリスト化していってチェックで、そうやっていってこう入ってらして、で、あなたのはどうしたいんですかみたいな聞かれた時に、私はこうしたいですっていうのがこう言えなきゃいけないそのなんか感じじゃなくて、なんかもう緩やかな、なんかグダグダしてられて、あ、今日ちょっと相談できなかったけど次回また行った時に相談できるかなみたいな、なんかそのっていうなんか空間作りがあるといいかなって私は思います。多分、ね、そのあたりはね、赤坂さんがコメントしなきゃいけないんじゃないかな。ハードルがね、すごい高いものになってるんですよね、公共機関が。それをすごい思いますね。例えば今回の、取材になっている議員っていうものも、まあ、政治全体なんですけど、私が、まあ、今回立候補して街頭とかで立ってて、あとは、まあ、あのいろんな方と知り合って、普通ですねって結構言われるんです。で、この言葉がすごく表してるなと思う。議員は普通じゃない、特別っていうのが多分根付いてるんだなと思って、まあ、こういつもこういう格好でやって、まあ、普通に会社に働いていた時と同じ格好で街頭に立っているんですけど、だからその感覚が、あるうちは本当に、相談がしづらい、まあ、しづらい、できないんですよね。だからこうそういう壁もハードルも、壁をなくす、ハードルを低くする、じゃあそれをどうするかっていうのは多分考えていかなければいけないなっていうふうにすごい思います。私ね、これね、思うんですよ。国政とか自治体の選挙とかに出る女性もさらに特殊な女性だと思われているから、うん、だから特殊じゃなくて普通じゃなきゃダメなんですよ。だからたくさん男性がいる中に乗り込んでいく女性は特殊なんですけど、もっと女性が増えれば特殊じゃなくなるし、それからさっき言ったその私たちの声を聞いてくれる人がいるんだなっていうそのハードルもやっぱり低くなってるんじゃないかなって思ってますけど、なんか今日何時までなんでしたっけ？8時半まで、すいません。はい、なのでそろそろ皆さんの方にマイクというか発言を回していきたいところなんですが、なんか質問があったりとか、そう言いたいことがあるとか、この人数だったので、そう、あのもうなんかグループワークをしようと思ったんです。そう、グループワークしようと言ってたけど、もうこの人数で何回かちょっといいのか。なんかグループワークっていうかマンツーマンになりそうな感じがしていたので、それが果たしてグループと言えるかどうかっていうのがあるんですけど、なんかせっかくなのでなんか話したいことがあれば。どうですか。はい、はい、じゃあ発言させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、今日すごいいろいろお話聞けて、今まで知らなかったこととかこういう状況になってるなっていうのをすごい勉強になりました。そうですね、あ、ごめんなさい、はい、今日もカメラが入ってますけど顔出し NG はこのあたり、顔出し NG の人いる？顔出し全体大丈夫ですか？顔大丈夫ですか？顔NG とか言ったじゃないですか。顔出し顔出しすいません、はい、申し遅れました。谷と申します。今都内の大学に通っています。今日のその話聞いてて思ったことで、その構造の問題なんだって話があって、それで分断じゃなくて協力しようって話があって、カニさんの話聞いてたらもう分断どころじゃなくても端的にそのハラスメントもう本当にパワハラっていう形だったんですけど、そうじゃない形での分断っていうのをまあその少し見かける機会があって、その自民党関係の勉強会にその内容が女性の政治参画というか女性活躍みたいな内容だったんですけど、超党派だから、まあ、その女性活躍ってかっこつきですけど、まあ、それ超党派でやってるっていうので行ってみたんですけど、まあ、その自民党側から呼ばれた司会の方がその、まあ、すごいそのまあ女性同士の分断をまあ図るというか、なんか議員の候補が途中で辞めてしまったっていうお話があって、
でそれを女性が本気じゃないんだとかっていう、もう今日の話聞いたら絶対そんなわけじゃないと思ったのに、そういうことがあって、あとその来てる男性の自民党議員もなんか話聞いてなくて寝てたりしてて、なんかちょっともう国会議員がそういう姿見ちゃダメだよってすごい思いました。寝てたってやばいっすね。それすごく大事だね。そのあたりを映像にしっかりと残して。それでもまさに それでさっき紹介したかった記事があってですね、3月8日の朝日新聞に男女均等政治ではっていうディアガールズの特集の一つだったんですけれども、その中で女性ゼロ弊害は感じないっていう風なコラボというか、発言をされている池山節夫さん、鹿児島県垂水市議会議長の方がいますね。で、垂水市が何で有名かというと、女性市が一度も誕生したことがない自治体で有名なんですけれども、一度もない。そうで、まあ、それで男尊女卑があるとか、封建的な土地柄だと指摘を受けますが、そんなことは絶対にないというふうに山里夫さんはおっしゃっているんですね。で、立候補が大変なのは男も女も変わりませんというふうな感じでいて、結局まあこうやる、まあそう、さっきやる気がないんじゃないかっていうふうにおっしゃってたんですけれども、まあまさにそんな感じで、市役所でも女性が課長以上の役職に就いたことがないから、部署が何度も打診はしてるけれども断られていると役所は説明してるそうですね。で、まあなんでかって言ったらば、今度池山さんは議会で質問を受けるのが大変というのが理由で議長になりたくないという人は男性にも多いから、議員の間でも、まあ、女の人たちは、課長にならないって言うしなというふうに話題になっている優秀な方はいますが、本人が断るなら仕方ないと思うみたいな言い方で結局ないことにしてる、まさに本人のせいにしてるんですよね。で、まあ、だからこの人もそう言ってながら、この人めっちゃ面白いんですけど、男尊女卑ないっていうふうに言ってるんですけど、男女の進学率の差については所得が反映されているのではないでしょうか、所得が反映されているのではないでしょうか、金銭的な余裕がなければ女の子は我慢してねとなるのかも。私は不合理だと思うが、それは世間のお父さんお母さんの考えることです。これがまさに男尊女卑っていうことが何にも分かってない。これだって金銭的な余裕がなければ男の子は我慢してねってなるのも各自のお父さんお母さんの考えることだよねなんていうふうには絶対この人思えないわけですよね。だからそういう人が結局最後の締めがですね、昔から、男女平等だと思うのに女性の背中を押そうという法律ができることは不思議です。女性も非選挙権があるので自分で勝ち抜けばいい。女性議員がここで生まれてこなかったのは本当にたまたまだと言いたいわけですというふうに締めくくっている。それは政治課題だと思ってないかも。そうなんです。そう、この今まさに自民党のそいつやる気がないんでしょって言ったそいつはまさにこの類の人ですねっていうのを、すいません今ちょっと聞きたい。それと女性活躍っていうところで言うと、まあ、私のこと自体が違和感があって、今回推進法の法案は任意と免除されたと思うんですよ。流行り物にするとその時だけの点数稼ぎでまた女性が使われるだけだから、なんかこうあのね、このなんか運動の作り方の軸を相手に取られちゃいけないなっていうふうには思いましたよね。そうですね、残念ながら自民党それを利用してるじゃないですか。明らかなわけですよね。だから違うところでやっぱりその要するに自民党がやること、政権がやることはメディアを取り上げる、でそれが目につくわけですよね。だから違うところでやっぱり声を上げていかなければ多分広がらない、まあ、広がるのは本当にメディアの、ね、採用の仕方なのですごい難しいなっていう思いはあるんですけど、もうそれは残念ながら自民党がやることは止められないんだろうなっていうのが正直思います。流行り物にしないためにどうしたらいいかっていうのはまだね、それは課題としてはあるとは思うんですけど、あと皆さんどうですか、なんかチョコレートね、おいしいですとお腹が空いたんでしょ。あ、それとあれですよ、飲み物
もうあと30分しかないのにあのドリンク、フリードリンクで、今日なんか借りてカフェなんで、すいません、カフェ感を出したいなと思って今更ですけど、まあ、いろいろあの伺っていて面白かったですけど、まあ、このぐらいの私ぐらいの年になると、まあ、一つには政治家の質がすごい落ちてますよね。だからあのもちろんいろんな問題あるんですけど、さっき政治家は普通じゃないって言ったんですけど、最近の男の政治家は普通以下が政治家を目指してるんじゃないかっていう、要するに他のことができない人たちがなんか目立ちたいだけで出てるみたいなのが多いようなの一つね。それからその今の、まあ、流行りっていうので言うと、やっぱ女性は20年前ぐらいネットワークとか結構あの流行りっていうかグッと伸びた時がありましたよね。あの人たちどうしちゃったのかなってちょっと思うんですけど、ご存知ですか？20年前のあの人たちはどうなってるんだっていう。いやでもその前にその、ね、あの議員の質問が落ちたっていうところが、私去年の財務省のセクハラの時に思った。私セクハラの被害に遭っているでしょう。その15年前の被害の時と比べた時に何が違うかというと、財務省のセクハラだけではなくて、狛江市長のセクハラ、それから群馬県南の二見町長の埋設事件なんかやったときに、みんな事実は認めてるけど、セクハラではないとか、被害者マシンに走って、本当はそういうハラスメントが起きないように率先して取り組まなきゃいけないとか、自らいいか、相談を受けたらこんな目に遭うぞっていうふうに示していったときに、もう無理、もう。これはもうダメだなっていうのは本当に思いました。だから人権のかけらもない。だからその後あの政権運営をした時に、佐藤さんはセクハラのことばっかり言ってるって言われたんですよ。で逆にね、セクハラを語れない人が議員になったらどうなるんだろうって、そのやっぱり強化化していかなきゃいけないっていうことだと思ったんですけど、20年前の運動についてなんか20年前の運動のあの方たちはどうしたんでしょうか。場外から20年前っていつのことですか。いやあのよくわかりませんけど、20年ぐらい前に一時こう関東地方でネットワークという人たちが一斉に出た、盛り上がった時があったと思うんですけど、20年でいうと今が19年なので、いや多分正確にいつだか分かりませんけど、でも 2000年っていうのがあの男女共同参画社会基本法ができた年で、2001年が DV 法ができる年なんですね。でその時にはあの国会の中の女性の議員さんたちのネットワークっていうのはかなり強くあって、あの時はもうあの福島みずほ、小宮山陽子、堂本、先生ですかね、そういう感じの時代だったかなというふうに。いやそんなもっと前です。もっと前、2000年だもん。だからでもあの時に女性の運動、市民運動みたいなのはもっと前なんですね。やっぱりあの80年代90年代ぐらいなので、で日本は70年安保があって、あの70年安保の以降ガラ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 といろんなものが崩れるんですけど、一瞬だけ女性運動が出るんですが、それはあのまた潰されて、あのバッシングで潰されていくの でそれでアカデミズムの方に入るのが2000年前後なのかなっていう、そんな風なイメージだと思います。で DV 業界、女性に対する暴力根絶業界は、90年代の後半、あの95年が北京女性会議なんです。北京女性会議の女性の暴力根絶の行動綱領が出てから、日本では、女性に対する暴力の運動は始まるので、普通のフェミニズムの運動とは全然時期がずれていて、でそれの一つのピークが2001年から2004年ぐらいまでの間っていう、なんかトリビア的な。ありがとうございます。
にしたんですけど、そのまとも以下の人が政治家やれちゃうような状況になってきちゃってると私も思っていて、まあ、そのあたりなんでそういう人たちが生息可能になっているのか、なんでそんなになんかのさばっていて、何が原因、何をこう寝床にしてこう繁殖しているのか、なんかその辺をちょっと今あの先輩なんですどこに生息しているのか、そうてか どうして生息しているのか、まあ、今されてる、私あの板橋区の当事祭の予定公開なんですけど、そして選挙会で1回ご一緒したことがあ、白田さん、すみません、はいはいはい、板橋なんて関係ないんですが、はいはい、私板橋区で本庄卒で、あの当事長選出るんですけど、板橋区の自民、まあ、自公が与党なんですね、板橋区議会も、板橋区の自民党って女性区議が一人も今までいなかったんです。今回出るんですよ、2人、また日本女子大卒の方が、そうなん、まさか、そうなんです。それはでも多分、まあ、まあ私はもちろん当然するつもりでやってるし、あちらもそうだと思うんですけど、多分議会に入ってから私と彼女が言うことを同じ大学を出て、で同じ部分がたくさんあって、同じ女性でも全然違う質問をすると思うんだろうなっていうのを思います。でやっぱ女性はやっぱり地方議会で増やしていかないと変わらないっていうのも思うんですけど、あの要は与党の女性議員の人が女性だっつって当選しますよね、都知事もそうだけれども、それでその後何を言っていくかって言ったら、ほとんどなんか男性議員とほとんど変わんない、それ男目線だよねみたいなことをやっていっちゃうんですよね。でも有権者は傍聴もなんかほとんど行かないし、この間の都知事選の時もやっぱり女性に期待したいって言って小池さんに入れた人はたくさんいたんですって。その政治家が当選した後どうしていくかはやっぱり有権者がもっと見ていかなきゃいけないし、それやっぱ私は大手メディアがもっとちゃんとそこが大事だよっていう主権者教育をやっていかなくちゃいけないなと思うのと、あとその女性が立候補しづらいっていうのは、あのさっき赤坂さんもおっしゃってたんですけど、選対で選対会議はおじいさんばっかりじゃないですか。やっぱその選対選挙の意思決定の場におじいさん、お母さんでもなく、あのおじいさんは、まあ、共産党は高齢者の政党なんで特にかもしれないですけど、やっぱりもうちょっと女性がいないと、で私はいつも子育てのことを演説しているので、石川さんに子育てのことをって来てくれる、まあ、同世代のお母さんたちにうちの事務所来てくださいと言えないんです、とてもじゃないけど、汚いしおじいさんばっかりだし、だからやっぱりその全体を変えるっていうところ私は同じ立場として思ったのは、私は自分がこういう立場なので、そういう人が来やすい事務所を作る、だからこうしてくださいこうしてくださいっていうのを、まあ、極端に言ったら指示っていうわけじゃないけど、こうやりたい、だから、タマカフェっていうのを何回かやったんですけど、で事務所を借りたら、そのたまたまちょっと広い事務所があったんで、ここでタマカフェをやるような雰囲気を作りたい、でその考える、まあ、アイデアはないわけですよ、年配のおじさんたちには。だけど私そこまで考えてる余裕ない、とりあえずやって丸いテーブルを買ってきてくださいとか、あの探してみてくださいとか、それで一応じゃあこのテーブルってあるのじゃあ用意できましたって、じゃあこんな感じでとかっていうのを、あの一緒になって考えてもらうっていうふうにしたんですね。だからそれはいや必要だと思ったら自分がやっぱ行動しなきゃいけないっていう思いはありますね、はい、あの自分が行動できるっていうところと、きっと今お話ししゃったのは、あの従来の選挙のおじさんたちの体質となんか両方合わせ持ってると思うんですけど、私その経験したんで言っていいですか。あのね、2016年に私あの東京選挙区から出た時でやっぱり市民のおじさんたちがダンっていたんですよ。でまず最初は政策に、私は暴力 DV 業界の人間なので、 DV をなくす政策を打ち出すわけですよね。でパープルプロジェクトというの
ハープルリボンっていう暴力根絶のプロジェクトのハープルを使っているわけですよね。まず DV は選挙にはそぐわないって言ったわけです。ハープルもダメだっていうわけですよね。で色がいいんですよ、最悪ね。だけど私がもともと仕方ないですよね、仕方ないから子供もオレンジみたいなね、なんかあれだったんですけど、パープルっていうのは生えないとか、もうなんかいろいろなんかね、縁起がのなんとかって言いますよ、わかんないんですけど、なんかこうルールがあるわけでしょ。なんかこうでこだわりがある人のそのこだわりで譲れるこだわりと、そうでないこだわりがあって、どうしても譲れないのは政策なわけですよね。それをね、セクハラって言うとこうなんかこうなっちゃうような。それで私たち何やったかっていうと、そのね、あの女性たちの運動が中に入ってたからやりやすかったのもあるんですけど、あのセクハラをノー宣言みたいなのを選挙事務所にやるわけですよ。で私も普段いないわけですよね。そうするといろんな人がこう入ってくるときに、あるときトイレに行きましたね。トイレに行ったら便座を上げないでくださいっていう張り紙があったんですよ。何だろうなと思って、で私便座を蓋を開けたら、そこにも便座を上げないっていうのがあって、どんだけ嫌だったんだろうって思ってね。で今度こう LGBT の政策も私はやっていたので、そうすると選挙が終わって報告をするときに当時の写真を集めるわけですよね。で一応私暴力の協会でパープルっていうのは要所要所に入れてたはずなんですけど、集めてったらレインボーフラッグがたくさんあってDV は歌っているけども、私が対戦をやってコーラってやってる後ろにレインボーフラッグがこう立ってるみたいなね。でもそういうふうにやっぱりいろんな人が入ってくれて、でさっきのボランティアもなんですけど、なんかその人が関わりやすいところでなんか関われるものがあるといいのかなって思っていました。なんかそれってなんか大事かなと思っていて、なんかそういう雰囲気作れるといいんですよね。でそれってやっぱり知り合いのママとかそういう人たちをたくさんこう入れて行くのも一つ、なんかね、坂坂さんが言った雰囲気作りじゃないけど、でも今まで家にずっといた人がある日事務所に行ったらパソコンなんか打ってたりとか、なんか いろんな関わりがあって、それがなんかね、もう性、運動だったんだなって思うんですけど、2016年そういう経験があって、そういうのがまたね、もうちょっと熱い層で全国でできたら面白いかもっていうふうには感じました。はい、そう、だからいい加減でいいっていうのは、そうですね、いい加減で、なんか私もその、選挙運動ですごい抵抗感あったんですけど、手伝いに行った時に、なんかフラッて行って、なんかここに積んであるとか、これ折ればいいよねみたいなのをベベベベとって、ちょっとなんか嫌になったっていうか、もういいやってなったから、あ、じゃあこれで私は、すみませんって言って去ってもいいみたいな、その、でもまたなんかそれで誰も、あ、お疲れ様ありがとうって言ってもらって、あ、もうこれをとって言ってもらったな、もう一回行こうみたいな、なんかそういう、なんかその、また時間できたから行こうって言って、そのフラッて行って、またこう出るみたいな感じ。なんかね、こうやっぱりそう出ると、あ、この人私一緒にチラシ撮ってた人だから、もうめっちゃおすごいみたいな、そういう風になってくるし、愛情がこう愛着っていうか出てくるし、なんか私は仲間なんだなっていう気持ちも出てくるし、すぐ近くにいるから話しかけやすいし、いろいろ話聞けるしっていう状況もできてくるんで、なんかそのフラッといける、なんかこうがっちり皆さんいついつ必ず来てくださいねみたいな感じで、なんかこうフラッといって、またフラッといって体調悪いな、無理だなとか、子供も一緒だなとか、家にも OK みたいなのはある。だからその人のカラーみたいなのが、なんかその人その人のカラーがあって、まあ、なんかこう選挙に行こうみたいな、あれもレインボーだったりとかしてたんですけど、あれは多分ここに参加する、全体に参加する誰かが作業しながら、レインボーよくねっていうことなんだと思う。それがすごく大事だと思っていて、みんなで作っていくっていうことだと思うんですよ。待ってるだけじゃダメで、せっかく来てくれて周りの雰囲気
見て、なんか、でもよくねとか、もうちょっと派手な方がよくないって言って、多分みんながレインボーにしたんだと思うんですけど、一応パープルなんですね。でも、なんかそういうふうにいろんな人がこうやって参加したんだっていうのは、なんか私はすごくこう、いい経験だったなって、それが今回の女性議員を増やすっていうところでも、自分たちが参加できるなとか、みたいな、子供を連れても参加をするとか、なんかそういうのってどうなんですかね。すごい思ったんですけど、その選挙を進めてくれた、もう60後半の、ね、男性だったんですけど、まあ、市民運動って言いながら、まあ、その方は、これあんまり言うのがいいのか、まあ、とりあえず私からあの選挙に一緒にやるようになって、ああ、市民運動が豊島で生まれないのは、別にその人の責任じゃないんですけど、市民運動っていう感覚が、まあ、申し訳ないなと思ったんですよ。私は純粋に市民運動から入ったので、要するに、まあ、普通の状態から入っていってっていうのがあって、もう選挙もその人自身はみんなが参加しやすいようにって言ってもそうじゃないわけですよ、まあ、現実的に事務所も持参しかいなくて、で他の人がこう来やすいように来やすいように私一生懸命言ってるけど、いや別にいいよって、いやいやよくないからみたいな感じで、いやもうその選挙に対する意識が、なんていうか、もう自分たちだけでやればいいんだみたいな感覚はすごくあるなと思って、そう参加をさ、ね、あのしなきゃいけないっていうのが、意識がないんですよね。だからそこ、分かります、分かります。あ、そう。だからそこは、今ね、カニさんも選挙ってなかなかって言ってたじゃないですか。だから、じゃあなぜかって多分考えなきゃいけないと思うんですよね。あの参加、やってる人、選挙をやってる人間が、それはダメでしょうっていうね。だからこそ、選挙とか議員が特別になっちゃって、いつまで経ってもね、あの投票率が上がらない、根付かないっていう、そこがある意味、民主主義も、やっぱり根付かないというか育たないっていう思いがものすごくあるのを、まあ、今自分も実感してますし、変えていかなきゃいけないところがなって、それはもう本当に声を大事にしていきたいことですね。でさっきの参加っていうところで言うと、最初 DV の揃わないって言ってた人が選挙終わった頃にはもうなんか皆さんって凱旋で、国の調査では3人に1人は DV 被害者だってやるんですよね。だからそれってなんか、まあ、選挙の盛り上がりでそういう多分もあるかもしれないけど、実態を知らない人が、市民のおじさんたちが知らなかったことがマジかってなってくるわけでしょ。で私は凱旋をした時にあの相談も来るんですよ。なんか佐藤さんに相談に行こうっていう人がやっぱり凱旋の中に行って、最後の方はもう凱旋してるとなんかあるんだなって分かるようになるぐらい来ていて、そういう場面を全体の人たちも見ていたっていうのも多いし、もうすごく盛り上がってくると、なんかセクハラもそぐわないって言ってるから、佐藤香織はセクハラですとか確かになんか興奮するから、あとこう選挙会に乗った時に佐藤香織はセクハラとして戦ってねとか最初言ってたのが、佐藤香織はセクハラですって言って、もはや何を言っているか分からないみたいな状況になったりとか、あの時もあの女性議員が少ないってやつなんですよ。今国会には女性が何人か分かりますか、一人ですって言われて、もっともっといや、そうじゃなくてっていう中なんかね、一番だからそういうことだったら一人ですって言って、いつから一人になったなっていう、でもなんかそう言葉で発していって、実態が今まで知らなかったことが分かってくると、でもその後当選挙終わった後に、まあ、共謀罪のこととかね、国のいろんなことがあった時に、そういう人たちからなんか集会に呼ばれたりとか、なんかそのアレルギーが少し分かってくると伝わった部分もあるのかなと思うと、なんかそこが伝えていくことの大切さを学びました。生理について説明したいでしょ。私が生理来て汗したので、ちょっと冷えたね、宣伝してた。それでお腹が痛くなって、午前中宣伝したら、午後、あ、ちょっと僕は生理休暇だと思って、その選対部長に、生理だからちょっと僕休むわって、生理って分かんないですよ。ってなったら、だから大きい声で、生理って言われて、あってもう、やっぱり年配の男性って、生理とか女性がいたらもう、あ、もう寝なきゃ寝なきゃみたいな感
ね、なきゃ。でも今までも私は生理中があるわけじゃないですか。4月から活動してる中で何回も生理はあるわけですよ。でそれは何とか今までできてたけど、今回はたまたま午前中引けたから今日の午後は休みたいってだけなんで、それは全然もう分かんなくて、わあ生理生理みたいな。それ次会った時に突然なるのかとか言われて、あ生理っていうのは大体目安が分かるんだけど突然来るかなっていう、よく分かんない説明をして、まあ、大体みんなもそういうことが分かってくるのいいなって思いました。そうですね。で、はい、はい、どうするんですか、どうするんですか、そうですよね、はいはい、一応8時半がですね、なんか不可になっているのですが、そうなんです、まだ発言されてない方がいるので、ちょっと話されたい方とかいる、そう、あの、まあ、もうあこちら発言したからもういいやって人は、あの時間を譲ってあげてもいいし、どうしても発言したい人はどうぞ発言してくださいということで、マイク回していきます。はい、私は高知県の大学生なんですけど、今佐藤さんとかちょっといたみたいな感じでいるんですけど、かりんさんが言ってた緩やかなつながりみたいなのがもう本当に欲しくて欲しくてしょうがなくて、大学が工事が少ないっていうのもあるんですけど、そこの中でもっとつながりたいし、で政治のことも話したいし、選挙ってまで行くとみんなついてこないかもしれないけれど、そういうものを作りたいなって思って、私にとってこの東京に来たことがすごい救いだったのは、こうやって政治のことを考えてる若い人っていうか、かりんさんみたいな人とかいるんだって思って、本当にさんとかもそうだし、それがすごく嬉しくて、数少なくてもいるんだっていうことがちょっと嬉しかったので、これからもちょっとやっていこうかなと思います。ありがとうございます。同じように寂しいなと思ってる人いると思う。そして好きな、あのだいぶ遅れてきて、帰った、あの山田と申します。よろしくお願いします。最後に頑張るんですけど、そうですね、あのさんたまにゃんって言っていいのかな、あの、はい、と、まあ、一緒にちょっと、ね、運動したりしてた、私に最初私が話したのマピドってメンバーと、そうやってちょっと一緒にやってきてやってます。はい、その日からやっぱり、普段政治とかにあまり関わらない人が入りやすい形を作りたいと思う、ずっと言ってて、そういう人に届くやり方ってどうなんだろうってずっとね、それはやってたんだよね。そうですね、私は実は地元が、すごく共産党が強い地域で、もうおじいちゃんばっかりっていうのをすっごくよくわかるっていうか、言ったらおじいちゃんしかいないみたいな、まあ、ただ、私がいるところは結構なんていうか、映画連のおじいちゃんばっかりなので、なんかこう若い人が何かやりたいって言うと、ああ、言う言う、取りにやるよ、ってこう、もう酒入ってるでしょみたいな感じで、人ばかりで、比較的やりやすいかなと思うんですけど、まあ、でもやっぱりそうですね、やっぱり女性のそのカラーとか出していくと、そのたまにの事務所に行ったときに、すごいなんていうか、こう、なんていうか、カフェみたいな、本当にちょっと白を基調にして、ちょっとショックとかもあって、カフェみたいな雰囲気になったので、やっぱりこういう雰囲気を作っていかなきゃいけないなっていうのを、ああ、地元のおじいちゃんに説明して通じたのかなとか、そういうのをちょっと考えますね、今の話を聞いてて、はい、すいません、ありがとうございます。もう一回喋りに行きます、はい、選挙の戦法としてはね、多分小池百合子のやり方はすごくうまいんだと思うんですよね。ですから、その、まあ、入りやすい、若者も入りやすくて、ブームを作ってっていう、ただ、ね、根付かないですよね。それで、まあ、さっき佐藤さんのお話伺ってて、本当に感心しました。で、巻き込んでいく力っていうのは本当にすごいなと思って。で、セクハラもパワハラも DV も、結局やってる方の人も、すごく小心者の、結局弱者がもっと弱者を見つけていじめてるわけなので、そこで戦っても、本当にさっきここじゃないよっておっしゃいましたけど、ここじゃないんですよね。だからそういう人も巻き込んでいけるような力を佐藤さん持ってるなと思って、さっき今それ感心したんですけど、ただその地道な活動はもうずっと続けていただきたいんですけど、選挙に勝つっていうことだと結局そのブームに乗るしかないし、今本当にブームで動いちゃいますよね。自民党にガーッと行くと、次はまた自民にガーッと行く。
で、それでいくとね、一番有効なのはね、安室奈美恵を引き込むこと。安室奈美恵を引き込む。沖縄運動でね。うん、それはきっと大きいと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどね、佐藤さんがおっしゃった、最初はもうそんなのは選挙に合わないとかって言ってたおじさんたちが、最後、そんな風に DV はとか、セクハラはって自ら語り出したっていうのは、私、すごい感動的だったなと思っていて、で知らないから、そんなことは世の中にはないし、大した問題ではないしって思ってる部分ってやっぱり多いと思うんですよ。先ほどのね、生理についてのもう大事に考えちゃったりとか、やっぱ知らないっていうことに対しては、知らしめていく、で巻き込んでいく、でそのことによってこれは大事な問題なんだっていうことが分かってくれば、きっと緩やかであれ何であれ一緒に思いを共有してやっていく人が増えていくんじゃないかなっていうのは思っていて、でやっぱりこう、なんだろうな、国会議員というものになりたいとか、うん、議員さんになって先生と呼ばれたいとかっていうことではなく、こうこうこういうことをが問題として世の中にあるから、それを解決したいんだと、でそのためには議員になって自ら変えていかなきゃいけないんだというふうに思っている方に、私は議員さんになっていただきたいなと思うし、同じ思いを持っている人に、こうなるな、自分が今議員になれないから、自分の代わりにこう私たちの代表として送り出すから、その人を手伝うんじゃなく、私たちの仲間、私たちの声の代表として送り出したいんだっていう、そういう気持ちなんですよね。なので、そういう、なんていうのかな、世の中をこういうふうに変えていきたいんだってことを強く打ち出して、でそれを今届いてない人にも一緒に届けて、でつながっていきたいなということを今日は思いました。感じでまとめていただいてしまったのですが、いや本当にその通りで、まあ、私結構最初にマイナスな、こんなんじゃ若い人それは政治になんか関わりたくない決まってるじゃないですかみたいなことをバッて言っちゃったんですけど、でもそこから始めるしかなくて、うん、まあいいんですよ、ここから離れてってもいいんですけど、そこから私たちは自由ではいられないし、政治っていうのは嫌悪がなく私たちの暮らしを左右していく、私の人生も左右していく、あなたの人生も左右していくっていう状況は変わらないんですよね。でその左右するコントロール、ハンドルを握っているのが、普通以下の人間というか、まともじゃない人たちに占められていってしまう状況っていうのを変えていかなきゃいけない。で自分ができないんだったらば、自分の代わりに押し出す、そしてそれは手伝うんじゃなくて自分の代わりなんだ、自分の分身なんだから、自分のことのようにこうバーッてやっていかなきゃいけないっていうのは本当にその通りだなって今話を聞きながら思いましたという感じで、はい、今日は、パリテカフェ in 豊島、若年女性の政治参画について考える、まあすごく話題的には多岐に分かりましたけれども、この人数ならではのなんかこうフラットな討論になったんじゃないかなと思います。今日はありがとうございました。エトさん、ありますね、このロボットのパリテカフェって割とこっそり議員の人だこっそり、なんかこっそり来るな、フェイスブックとか載ってもいいから、せっかくだからここで、あれ、なるほどね、それはカリンさんが作ってくれたのか、いろんな記念写真撮ってくれたのか、でもね、ぜひ頑張ってもらいましょう。でも、お疲れ様です。写真を完全に調査。
すごいですね。